はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、サンジでございますけれども、ここは日本最北端の駅稚内に来ております。皆さんのお近くの線路ですね、ずっと北に辿っていくとここに繋がってるわけですけれども、こんにちは。その先を辿っていくと僕が現れるその先にザキ君がいます、やかましいということでですね、今回いや3ヶ月ぶりに来ました、本当に久しぶりに来ましたマイナス4度日本最北端稚内でございます。これはすごいですよ、かき氷食ってるみたいな感じになってるんですけど、ね、今回はね、せっかくちょっと2人とも今日日本最北端にいるじゃないですか、はい、皆さんも考えたことあると思うんですよ。あります。JR の線路ね、これ南から北まで、うん、本当日本中張り巡らされてるわけですよ、はいはいはい、そこでね、日本最北端この稚内と反対に日本最南端のターミナル枕崎っていうのがずっとこの線路辿っていったら反対側にあるんですよ、はい、3200キロぐらい離れてます。おお、すごい。これね、どっちも始発で出発して お互いがこう反対側に方向にね進んでいった場合、これね、日本のどこですれ違うんだろうって気になったこともあると思うんですよ。はい、仙台駅ですいや、まだわからんからということで、今回はそれを検証していこうじゃないかという企画でございます。お、はい、2人とも日本最北端にいるんで、はい、どっちかが最南端に行くとこれから行って今からこれから行って、お互い始発の特急なり普通列車に乗って、はい、まあ、あとはもう乗りつけるだけ、理論上最速でできるだけ遠くに行ける列車に乗っていきます。なるほどね。じゃあどこですれ違うんだということで、今回はやっていきたいなというふうに思っております。はい、すいません、あの雪だるまが完成してしまった僕が喋ってる間に雪だるま完成してじゃあ、最南端行く罰ゲーム罰ゲーム言うな罰じゃないからあ、違う違うじゃんけんで決めるじゃんけんで決まんのこんなことが行くで、はい、負けたら最難関だ。負けたら最難関。罰ゲームじゃないですから、ね。いや、喜んでいきますよ。わかりました。いやだ。はい、最初はグー、じゃけポン。わ、よかったー。あぶなー。まああの近場なんで。枕じゃあちょっと枕崎行ってきていいですか。そう、いいですよ。なになに。ほっ、上手。着いた。いやいやいや、来ちゃいました。こちら、今度最難関の始発終着駅でございます。まさに稚内から線路を極限まで辿っていった先、ここ指宿枕崎線のターミナル枕崎です。もうすでに今日の始発が待機してるぞ稚内に絶対植わってない木がありますからね。こちらヤシの木でございます。マジで体ぶっ壊しそうなんですけれども、よし、今日はこの始発列車に乗ってですね、極限まで稚内方面に進んでいくということでございます。ちなみにこの枕崎からの時刻表なんですけれども、朝一番の列車がですね、6時4分に出ます。これしかもすごいのが、朝一番が一番遠くまで行くんだよな、鹿児島中央まで。これ逃したら鹿児島中央まで行く列車っていうのは、やばい。本当にやばい。15時まで来ません。これね、駅の近くすぐ行ったところに観光案内所があるんですけども、これびっくり。これちょっと待って。見て。駅ノートのところにね、わかるかな、 YouTuber 最4次タブ追加されとる。これそんなことある。いやね、 あまりにも結構僕らのね、その動画見てきたっていう人が多いらしくって、困惑しされてましたね。西園寺っていう人が来てるということで、観光案内所の方と喋らせていただいたんですけども、僕もちゃんと書いときました。すごいですよ、もういろいろね読ませていただきまして、ほら、中央から来た方とかね、西園寺さんの動画を見てとか言ってくださってる、本当にありがたい話でございます。いいね、最初は気動車だ。稚内からもね、気動車のはずです。宗谷本線は非電化区間なんで、やっぱりこの日本の両端のところ、どんどんここから新幹線とか理論上可能なね、一番遠くに行ける列車にどんどん乗り継いでいきます。キハ47、この通り車内は空席を除いてほぼ満席でございます。朝6時4分定刻で扉が閉まった。まだ暗いですけど、どうかな、稚内は。ゆっくりと日本最南端の始発駅を出発です。いやー、どこですれ違うかですよね。多分この南から行くルートの方がすぐ新幹線にたどり着けるので、この列車の終点鹿児島中央からもうすでに九州新幹線が伸びています。なんで、まあ真ん中でねすれ違うってことはないと思うんだよな。ちょっと僕らのね、この南からのルートの方が長く走るんじゃないかなと思ってます。向こうは北海道なんですけど、北海道の大きさはね、あの地図で書いてある5倍ありますからね。東京よりは東ですれ違うことになるんじゃないかな。続いてですね、こちら北海道稚内です。はい、日本最北端の稚内、気温はマイナス6度です。ということで、こっちもねそろそろ動き出したいと思います。と
ということで僕がねまず乗っていくのはこれです。特急サロベツ6時36分ですね、まあ、厳密に言うとねこれは始発ではないんですよ。これよりももっと早い時間5時21分にね普通列車があるんですが、まあ、結局先に行くにはですねこの特急の方が早いので、まあ、実質この特急列車がね始発みたいなもんです。さあ行きましょう。枕崎とは多分雰囲気全然違うと思いますね。日本最北端の駅、お、これか、かっこいいね。これ旭川までしか行きませんね。札幌まで行く特急列車もあるんですけども、まあ、気をつけないといけないのは旭川到着はね、まあ、10時過ぎぐらいなので、まあ、約4時間ぐらい乗ることになるんですね。で、車内販売もないですし普通車に至ってはコンセントもないので、まあ、結構ね乗るには準備が必要な車両だと思います。いろいろとね、お邪魔します。だんだんね外が明るくなってきました。稚内を出てですね、まず最初の停車駅は南稚内です。利用者としては南稚内駅の方が多いですね。町の繁華街とかも多分こっちかな。この南稚内周辺にいろんなお店とかがあるので、なんでこっから乗ってくる人のが多いと思います。で、この南稚内を出発するともうこの稚内の市街地から出てですね、もうしばらくは山の中をね走っていくことになります。ほら、もう出発して10分でこの景色ですからね。しばらくねもうこんな感じです。ちなみに今机の上はですねバイキング状態です。若干明るくなってきた。進行右側奥の方にはですね海が見えます。東シナ海、これすごいよ。これ多分あれだな、南からのルートの方が先海が見えるんじゃないかな。ほら奥の方一瞬見えた。東シナ海でございます。もうちょっと進んだら開門岳が見えてくるぞ。薩摩富士の意味を誇ります。この辺りの名峰でございます。若干明るくなってきました。いやもうこれ最高でしょ。こんなもんもう西園寺チャンネルの最終回でしょこの景色は。めっちゃ綺麗。ちょうど東の空がね赤く紅に染まってきてるのがわかると思います。本当にね富士山によく似た台形、綺麗な三角形の形をしています。薩摩富士開門岳です。開門岳の標高は924メートル。ちなみにこれは西園寺です。標高は 1.7 メートルです。お客様にご注意ください。すごい、だいぶ明るくなってきました。時刻は7時を回って、お、ついに列車は西大山に着きます。西大山はですね JR 数ある駅の中で最も南にある駅でございます。さっき出発した枕崎よりも方角的には南にあるんですね。一面一線の西大山です。この駅からはね後ろ振り返るとすごいですよ。開門岳、さっき見てましたが反対側にねホームがあるんで、そのホームからパッと列車とこの開門岳のツーショットをね簡単に撮ることができます。さあ天塩中川を出発しました。こっから先の区間がですね、そういうエゾシカとかそういう野生の動物がですね結構多く出没するエリアになります。おっと急ブレーキかかりました。急ブレーキがかかりました。多分エゾシカじゃないこれ。あ、いた、いましたわ。エゾシカがいました。ただ列車は一向にスピードを上げようとしないので、もしかしたらこれ線路上をエゾシカが走ってるんじゃないかな。あ、おった。あんなスポンポンで寒そうやな。まあ現にエゾシカはね、まあ、そんなにめちゃくちゃ寒さに強いというわけじゃないらしいんですよ。この冬の厳しい寒さに、ね、耐えるために秋のうちにですね脂肪を蓄えておくそうです。
多い時ではね、1日5キロの植物をね食べるみたいですよ。もうギャル曽根やんそれ。あ、いた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 。線路上じゃなくて結構ちょっと安全なとこから見てましたね。列車が離れていてた。おったな、3人組がいました。3人組ちゃうか、3頭組か。この辺りはね、お茶の生産が盛んです。鹿児島県は特にね、霧島茶とか知覧茶とか様々なところでね、茶畑を見ることができます。空港の近くでもね、本当に茶畑が多くて、その奥には、なんとすごいな、亀さんみたいな形した山が。独特やな、これラクダみたいにも見えますけどね。いや、スフィンクスやな。これがね、これが手ですわ、ほら顔の部分ですね。いやー、ということで着きました。指宿枕崎線環状、6時4分に出てですね、今の時刻が8時53分でございます。約3時間乗ってました。9時前にここ九州鹿児島県は鹿児島中央駅にやってくることができました。これね、あの鹿児島中央駅名物ね、目が死んだ西郷隆盛でございますこれ桜島かなと思うんですけどね、桜島から煙が上がってて、それを白い目で見る西郷隆盛です。この鹿児島からはですね、九州を司るも大幹線が出てまして、一つは鹿児島本線です。そしてもう一つは日豊本線。ただですね、今回この2つどれにも乗りません。指宿枕崎線でこの鹿児島中央にやってきて、もう次に乗るのはね、そうでございます、陸上最速の乗り物、鹿児島中央からは新幹線が出てます。これはね、北から来るルートよりもね、早い段階で新幹線に乗れているっていうのは間違いないことですね。どうかな、ザキ君はまだ旭川ついてるかどうかぐらいじゃないかなと思うんですけど、そんな中でですね、もう南ルートはここから新幹線、九州新幹線は1本でですね、こちら桜号に乗れば、これがね最速の接続になります。朝9時17分発、ちょっと1時間目にね、あの遅めに到着したぐらいの時間帯なんですけど、1本でもうね関西まで行けてしまうんだな。ということなんで、これに乗らないという手がないわけですね。もちろん乗っていきます。もう切符は購入済み。よいしょ、日本が世界に誇る高速鉄道新幹線網は、南がこの鹿児島中央からですね、ずっと線路をたどっていきまして、北海道の新函館北斗までね、新幹線だけで行くことができてしまうんですよ。それもね、僕もちろんやったことあるんですけど、新幹線だけで日本縦断しますと、この鹿児島中央から新函館北斗までは11時間ぐらい、列車わずか3本の乗り継ぎで北海道まで到達することができるという、ちょっとね、伊能忠敬さんが聞いたらそっとするような、そういうダイヤになっております。ちょうど博多方面から列車が到着しました。さっきね、枕崎でも車止め見ましたが、これが新幹線の最南端でございます。車止めが本日2回目。これから乗っていきますのはこちらでございます。九州新幹線から山陽新幹線直通桜号です。548号の新大阪行き、もちろん終点まで行きます。今日はね、指定席取ってるんで、九州新幹線は何といっても指定席おすすめ。こっちはね、自由席なんですけど、座席は3対2で並んでるのが分かります。そして指定席がね、これすごくないですか、グリーン車と同じなんだよな、配列が。2対2のシートが並んでおりまして、超絶乗り得列車です。 EX アプリから僕撮ってるんで、自由席と同じ値段でね、こんだけ広さが違うんだよな。さあ、時刻9時17分ちょうどでございます。ここまで寸分の遅れなく、とりあえずね、遠くに行く列車だけを乗り継いでおります。新大阪行きの桜号の扉が閉まりました。皆さんもね、ぜひ予想しながら見ていただければと思うんですが、東京までは多分行けると思うんだよな。こっちの方がね、新幹線もう乗っちゃってますからね、だいぶ進める距離としては南ルートの方が優勢のはずなんですが、列車は鹿児島中央を出て、次の駅は仙台です。よう考えたら、今日もしかしたら仙台2回通るかもしれないわけだ感じは違いますが、宮城県にも仙台がありますからね。果たして仙台まででする違うのか、それとも仙台以降になるのかっていうのが興味深いところです。九州新幹線桜号はこの鹿児島中央駅を出てすぐトンネルに入ります。
西九州新幹線とかこの春ですね延伸します北陸新幹線も同じなんですね。鶴が出たらすぐトンネル入るんですけど、最近やっぱりね敷かれた鉄道の傾向だと思います。というのもそもそも鉄道の敷地っていうのがもうあるから、そこには敷けないですよね新しく線路を。そうなってくると特に新幹線のように直線が求められる線路に関してはもう山をぶち抜いてですね無理やり駅を作ってそこに通すみたいな、そういう方法が多く取られているように感じます。あとはこうやって長いトンネルをね掘る技術が今あるから、まあ、簡単に昔よりはたやすくですねトンネルを掘ることができるようになっていると、そういった技術力の上昇等ありましてこういう気色の悪い、ね、企画ができているということです。ほぼ不倫者でしょうか。九州新幹線は特にですねトンネルが多い区間になっています。それも途中の新八代から鹿児島まではねほぼほぼトンネルですね、半分ぐらいトンネル。すいません、なんかちょっと朝からね移動には食事がつきものだということで、こちらさっき見ました鹿児島湾地魚でございます。カンパチ丼、これがね駅前で売ってて、こんなん買わないわけにはいかないでしょ。うまいかめっちゃうまいかの2択でございます。なんかすいません、ちょっと朝からね優勝させていただきます。カルパレードを始めとる、さあ列車は本日1回目の仙台駅を出発でございます。駅を出てもうすぐでございます。本日の最速時速250キロに到達しようかというところです。さあ列車はそろそろ泉を通過です。これだ、水が出ると書きまして泉と書きます。この、ね、泉通過したらね信号を左側に注目ですよ。一瞬しか見えませんから。見えた見えた、奥の方ちらっと一瞬見えます。こちら八代海です。いや綺麗、高架線なんでねここからパッと見下ろせるんですけど、もうねまだすぐ内陸の方に入っていくので本当に10秒ぐらいしか見えません。列車は10時2分でございます。熊本県の熊本に到着。結構お客さん乗ってくるな。さあ旭川着きました。次はですねライラックです。このライラック号に乗って札幌まで、そしてここからはですねこのようにパンタグラフがついてますので電車で走っていきます。この緑の特急列車がライラック号です。もともとはですね本州と北海道を結んでいる特急スーパー白鳥で使っていたやつですね。あ、そして向こう側にですね今度シルバーの特急が出ました。あれはカムイって言います。あれもライラックと一緒で旭川と札幌を結んでいる特急列車です。まあこう兄弟みたいな感じですね。兄弟なのか、まあ、姉妹なのか、まあ、どっちでもいいですけども、はい、似たような感じです。そしてこれが僕がさっきまで乗ってきましたサロ別になります。じゃあここからはこのライラックに乗ってですね札幌まで行ってきます。さあ出発しました。さっきのやっぱディーゼルに比べるとねだいぶ静かな出発だと思います。今の時間がですね10時30分ということで、稚内を出発してから、まあ、大体4時間ぐらいで旭川ですね。多分ね枕崎側はもうね鹿児島中央から新幹線乗ってると思うんですよね。さすがに4時間も経ってたら、ほら見てください、まだこれまだ北海道の真ん中ですからね。こっから札幌まで行ってさらにそこから函館まで行ってさらに海を渡らなきゃいけないんで、どうなんでしょう、どの辺なんやろうね。少なくともこの東日本エリア東京より多分北ぐらいな気がするけどな。それにしても今日はなんかすごくいい天気やな。いやよかったよかった、この時期は大体ね天気悪いこと多いんですけど今日はいい天気ですわ。電車もほぼ遅れなかったんで、まあ、正直これ南からね始める方が多分進める距離は長いんじゃないかなと思いますね。やっぱもうすぐ新幹線が乗れるんで、
北からでやっぱ北海道がねかなりこれ時間かかると思います。新幹線つっても北海道はもう入り口のところにしか新幹線ないので、今時速は120キロぐらい、結構速いね。すごいこう電車なんて静かですからね、めちゃくちゃ軽やかな走りをしてる感じです。カンパチ丼食べ終わってですね、ちょっと車窓を見てゆっくりしてたらもう佐賀県まで来てしまった。次の駅が博多です。やっぱすごいな新幹線の力は。この赤いライン、指宿枕崎線、ここに3時間かかってますからね。このここからここまで行くのに1時間ちょっとしかかかっていないんですから、バグでございます。列車は山越えをしてですね、ここで佐賀県から再び福岡県に入っていきます。あのね、皆さんにぜひ聞いていただきたい、今日は本当に運が良くなかなかね当たらないんですけど JR 九州の車両なんですね。そうすると九州新幹線内では固有のね駅チャイムっていうのがありまして、次博多駅に到着する時のメロディーが僕一番好きなんですよ。新幹線のねあのメロディーの中で一番好きです。もうちょっとでね流れると思う、もう減速し始めてるんでぜひ聞いていただきたい。最高のチャイムを聞きながらですね、今ゼロ系が止まってるから、ほら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 、博多南の車両基地が進行右側に見えてきます。かつての100系のグリーン車、こういった車両たちもですね、往年の名列車も車両基地に実は止まってるんですよ。この九州新幹線に乗ってるとチラッと、博多からだったら博多出てすぐですね、博多到着前にも鹿児島方面からだったら見ることができます。この車両基地の横に博多南駅というのがありまして、このね博多南線とそろそろ合流します。この辺りがね昔は駅なかったんですけど、これですね、家がすごいたくさんあって住宅街として需要があるということで、山陽新幹線の車両のね改装っていうのをただ車庫に輸送するだけじゃなくて、ついでにお客様運んでしまうということで、博多南線として現在でもですね通勤路線として活躍しております。あっという間にこの九州新幹線をね勘定することができました。まだ10時40分ですよ。枕崎出てから4時間ぐらいです。なんて言ったって乗り換えがいらないっていうのが大きいですよね。もうあの座席バーン倒してですね、まあ、もちろん後ろの人に気を使う必要はありますが、寝とくだけでもう次起きたら大阪に着いているということです。見える見えた目では博多駅到着前にはですね、こちらこれ降りる便かな、いや違うな、今離陸していった便だな、タイヤが格納されてるから分かるんですけど、これね福岡空港からの離陸便です。博多の近くには福岡空港があって、なんと地下鉄で約5分です。この規模の都市でですよ、都心からこんな近いところに空港がある行きってまあないと思うんですよね。日本でも本当にトップレベル、アクセスがあまりにも良すぎます。伊丹空港より近いもんな、大阪から伊丹空港だいぶ近いですけど、それよりも博多から福岡空港の近さはねちょっとどぎも抜かれますよ。最大のターミナル博多、ここ博多に来て初めてですね。こちらもう午前10時の段階で行き先表示に東京の文字が躍ります。最も南で東京という文字が見られるんじゃないかな、鉄道駅では。さあここから山陽新幹線博多を出発、時刻は10時45分です。さあここから先の区間はですね最高時速が上がります。山陽新幹線内トップスピードは時速300キロです。もうねもう出すんじゃないかな、次の小倉までで300キロ出してたと思うんですけど、250キロでしょう、もうね出しますね。これどんどんスピードが上がってるっていうのが分かると思います。列車はですねもう九州脱出でございます。九州最後の駅北九州市の小倉を出発しました。時刻は11時5分です。今ちょうど長いトンネル通ってまして、海底トンネル新関門トンネルです。まさにこの関門海峡ですね、
下関から門司の間、九州から本州に入っていく海底トンネルを新幹線が走ります。これをもってしてちょっとトンネルに入ってる間に九州を脱出して、そして気づかない間にですね、もう本州に入っていると。そしてついに本州上陸です。トンネルを抜けたらすぐ今通過しているのが本州最初の駅、新下関です。言ってる間にもうあっという間に通り過ぎてしまった。いやこれはだいぶあれだな、南ルートの方が進めるんじゃないかな。やっぱり北海道脱出に相当時間かかると思うんでね、11時8分の時点でもう本州に入ることができました。現在地点ここなんで、まあ、結構こ、まあ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 進んだよな、これはこれは進んだって言っていいよな。日本地図ベースで見ても最南端からなんで、まあ、ちょっとはね北に来ているなという感じがします。ここからはですね方角を変えまして、ここまで北上してきましたが東です。さあ列車は山口県内を横断中でございます。次の停止駅が広島なんですが、だんだんね列車のスピードが落ちてきましたね。これはねスピードが落ちたらある駅通過の合図でございます。ほら景色見てもらったら分かると思うんですけど、かなりねゆっくりとしたスピード、この辺り速度制限が結構きつめにかかってるんですね。時速190キロか180キロだったと思いますが、急なカーブのある区間です。時速170キロぐらいで、ちょうど今左側にカーブしながら列車は山口県の徳山を通過です。山陽新幹線で最も遅い通過スピードです。こんな感じでねカーブが連続するところとあって、また市街地のど真ん中に、ね、駅を作りましたんで、ちょっと線路が強引な感じになってるんですね。本当はもっと内陸の方を通す予定だったんですが、そうすると不便になるという声が上がって、現在ではここに設置されています。まもなく広島に着きます。お出口右側14番乗り場に着きます。 Attention please, we will be stopping at 広島ステーション。あとはノーズライト。まもなく終着札幌、札幌です。函館行き特急北東12号4番線から12時9分、千歳線新札幌北広島千歳方面新千歳空港行き快速エポート120号、6番線から12時ちょうど。着きました、札幌です。今時刻はですねお昼の12時、お昼になっちゃったけどまだ札幌やということで、次はですねこれに乗っています。ここから函館まで行く列車ですね、特急北斗です。青緑と続いて今度は紫です。ポケモンやったら絶対ねゴーストタイプです、これ見た目ね。函館の方、新函館北斗ですね、新幹線との乗り換えができるそこまで行きます。はい、札幌出発です。北斗すごい混んでるね。ここからね新函館北斗までは、まあ、4時間弱乗ることになります。結構長い距離走っていきますよ。特急列車3本乗り継いでやっと函館まで行けるっていうことですね。列車は終点の新大阪に近づいてきました。減速を開始して
もうね、六甲山地をトンネルで抜けましたんで、もうそろそろ到着案内がかかると思います。ここで進行左側見てみると、お、飛んでる飛んでる。ちょうど今、伊丹を飛び立った ANA の飛行機です。かなり大きいな。なんだろう、ボーイング777とかですかね。すいません、間違ってたら。もうね、伊丹空港がこの辺りにあって、飛行機は離陸するとこの宝塚方面の上空でキュッと旋回をします。本当に何も考えずにね、この日本の形だけ見てたら真ん中ってまあ東京ぐらいですれ違うのかなっていう感じがしません？僕もそういうイメージではあったんですけど、いやこの時間なんでね、これはもうちょっとこっちになりそうですね。東京より先になると思います。いや僕もね、どこですれ違うか本当にわからないところなんで楽しみだな。もう行けるとこまで行きますからね。また13時16分。ここまで約7時間の旅路の中で最も規模の多い都市にやってきました。大阪です。ちょうど淀川を挟んでこの奥の方ですね。大阪のビル群が広がります。新大阪と大阪はね、川を隔ててちょっと離れてるんですが、ここからすぐ見えます。気温が書いてある代金がね、ほら摂氏8度、枕崎が15度だったんでだいぶあったかですけどね、この時期にしては7度だから気温が下がってることになります。最南端がいかにあったかかったかっていうのがよくわかります。13時20分、これまた定刻。いや今のところ1分も遅れてない。新大阪に到着です。山陽新幹線の終わり。寒っ、ひんやりしますね。おかしいな、もう太陽が今もう絶賛一番あったかい天気のはずなんですけどね、一日の中で。さあこの九州新幹線、山陽新幹線完全に乗り通しました。よかった。こっからの接続がね、ちょっとでも遅れたら最速乗り継ぎができないところだったんですが完璧です。新大阪では9分しか乗り換え時間がありません。もうどんどん行きますよ。次来るのぞみ号です。新大阪から東京まで日本最古の新幹線、いや世界最古でもあります、東海道新幹線の最優等種別といえばのぞみ号。こういう企画をするにあたってね、のぞみを使わないという手はありません。新大阪を出たら京都、名古屋、新横浜、品川、終わりでございます。終点の東京まで滋賀県とか岐阜県、静岡県に関してはもうね、見向きもしません。まさにもうね、その名前の通り僕の、いや人々の望みであるというのは間違いないことです。これがね、僕が乗ってきた九州新幹線の桜号、もう回送になって一旦お昼休みでございます。それ追いかけるように、なんだこれ、鬼ごっこしてるみたいだすごいな。今度は最新鋭 N700S に乗り換えます。のぞみ号東京行き、もちろん終点まで行きます。ピカピカやで、僕んちの鏡よりピカピカや。いや大阪から東京までがね、もう一番重要な区間でございます。こっから先はね、本数も増えるんだよな。そういう意味で南からどん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 北に乗り継いでいくルートっていうのは結構有利ですね。もう鹿児島からいきなり新幹線乗れるし、大阪まで来ちゃったらもうとんでもない量ののぞみ号が走ってますんでね。ここから2時間半ぐらいでもう東京に着きます。大阪京都間はですね、淀川を挟んで東側西側で系統が分かれています。こっち側は阪急、JR、そして東海道新幹線が通っていて、淀川を挟んで反対側に京阪ですね。京阪線がちょうどね、さっき平川が見えるかな、乱射があったんですが、どうでしょう、ちょっと見えないかな。さあさあ列車は名古屋を出発です。
帝国通り、太陽もだんだん、さっきまで南中してた太陽もですね、西側に傾いてまいりました。ただまだまだ明るいですよ。このどこまで行けてしまうのかというところですが、名古屋で扉を閉めたのぞみ号はですね、次止まる駅は新横浜でございます。神奈川まで止まりません。おお、名鉄が走っとる。ニュースカイヤ、名鉄の看板特急を楽々とこの新幹線のぞみ号が抜いていきます。早いな、加速がやっぱ違うな。中部国際空港セントリアまで、いやかっこいいな。名古屋から1本ニュースカイ、ちょっとねお腹が空いてやばい。朝カンパチ丼を食べたんですけども、昼ご飯をあのあまりにもね接続が良すぎて、逆に良すぎてですね、お昼ご飯を買うタイミングがなくて、のぞみ号の車内販売もね残念ながら終わってしまいましたんで、あの食料難民になっております。接続が良すぎるっていうのも逆にねちょっと困るもんですよねこれは。東京まで我慢かな。いやどうしよう、東京からもうその先ですね、またすぐもう5分とかで列車があったらまずいんですけど、東海道新幹線のねいいところ、僕の好きなところは、お、これ東海道本線ですね。試乗区間をねとても多く走っていくということです。1964年東京オリンピックの年に開業しました。なのでまあ土地もね比較的新幹線敷きやすかったということで、高架区間じゃなくてね地上区間、盛り土の区間を通っていくっていうのが多いんで、パッと開けたような景色ですね。これがなんといっても東海道新幹線の特徴です。これ以外の新幹線他ではねなかなか見ることできないですね。特に今日最初乗った九州新幹線とか、もう最近建てられた新幹線はもうほぼほぼ全てが高架区間です。圧倒的なスピードでねこの東海道線を威嚇しながら新幹線走っていきます。山陽新幹線は時速300キロでしたが、こっちはね東海道新幹線のマックススピードは285キロです、まあ、少し落ちるんですね。もうね愛知県の東側に来ておりまして、そろそろだな、列車は豊橋を通過していきます。来た来た来た、列車は豊川を渡ります。ここを渡ったら豊橋駅通過ないですよ。豊橋駅はね非常に面白い構造をしてまして、ここは高架区間になってるんですけども、駅を通過するために一旦ね下に降ります。来た来た来た、豊橋駅を通過、前を走る小玉号を抜き去ります。通過したら今度はまたキュッとねほら上の方に上がっていくんだよな。他の道路とのね兼ね合いがありまして、こういう特殊な構造になってる駅です。でもあれだな、こんなにスピードを出してるとわからないな。来た来た来た、東海道新幹線乗ったらこの景色もね外せない。浜名湖です。新幹線はこの浜名湖を横断するんですね。いい景色だ、うなぎの養殖等が盛んです。ダメだ、ちょっと食べ物のこと考えたらダメだ。浜松を通過です。14時45分、枕崎出発からは8時間40分です。もう腹が空いた、ダメだ、爽やかのハンバーグのことが今僕の頭の中のね全体のまあ4割ぐらいですね占めてます。はい、うわ綺麗だ、進行方向右側に富士山が見える。これはね唯一の区間でございます。普通ねこっちは海側って言われて、進行左側が山側って言われるんですけど、静岡駅通過前にですね一瞬だけ進行右側に富士山が見える区間があるんですね。何これ、合成みたいになってるやん、めちゃめちゃ綺麗、やばいこれ、何これえ、どういうこと、今日僕人生終わるっけよもしかして何これ、冗談みたいな、マジで冗談みたいな富士山だけど、僕もねあの、まあ、ついこの間誕生日迎えて23歳になったんですけど、これ冗談抜きで23年間で一番綺麗な富士山ですね。え、どうですかね、これちょっと静岡県民の皆さん、または山梨県民の皆さんにちょっと聞きたいんですけど、これ年間通しても大当たり富士山ですよね、多分。新年明けましておめでとう富士山ですよね、これどう考えても。このね、もう頂点に至るまでの、まあ、やっぱ冬っていうのもあって雪が被ってるっていうのもちょっと得点高いですよね、芸術点。それに本当にこの霞もないから
道がね、もうこの富士山のシワ一つ一つが見える。何これ、マジで言ってる。これはあれだな、今日この付近通る飛行機からもすごい綺麗に見えてるはず。どこまで富士山見えるのかっていうのはちょっと見ものですね。今日はこんだけ天気がいいと。僕のね、おじいちゃんが戦後東京都内に住んでたんですが、家の屋根に登ったらね、富士山が見えたというふうに言ってました。今よりも高層ビルが少ない当時ですから、よりそれは富士山っていうのはね、存在感は今よりも増してあったでしょうね。結構東側に回り込んできました。列車そろそろ三島を通過です。ここだな、今通過してるわ。そうだ、三島はね、特殊な構造をしてるんです。通過線が外側にあるんでね、こっち見てたらどこで通過してるのかわからなくなるぐらいですけど、三島からでもしっかりどこから見ても今日は見えるぞ。そしてこの先、東海道線は丹那トンネル、僕らが乗ってるのぞみ号は新丹那トンネル、長いトンネルを経て峠を越えていきます。東海道の難所として知られるこの箱根峠、箱根峠を列車が通ることはありません。かつてね、江戸時代はこういう風に箱根峠と越えてたんですが、現在ではここをファッと山を突っ切りまして、迂回するルートが用いられています。さあ、そしてトンネルを越えました。いや、綺麗だ。熱海特有のね、この斜面に沿ってさまざまな旅館とか、なんてたって日本有数の温泉地ですからね。この辺りの景色もね、本当に東海道新幹線乗ったら外せないポイントでございます。まさにもういつも僕もこんな顔して見てますからね。本当この顔なるよな、わかるよ。熱海湾から今度は相模湾です。奥の方に見えてるのが相模湾。そしてそして列車は神奈川県にもう入っております。小田原を通過です。ここでね、案内が流れます。ただいま列車は時刻通り小田原駅を通過いたしました。次の新横浜までおよそ13分です。あまりにもね、この名古屋新横浜間の行き間が長すぎるということで、これに関しても何回も言ってるんですが、10人いたら8人寝ます、この区間は。これはマジです。ちなみに僕も10分ぐらいちょっとうとうとしちゃったんでね、寝ちゃったんですけども、まあ、そういったこともありまして、久しぶりにね、停車しますよということで、一駅手前の駅小田原、まあ、反対に下り列車だったら三河安城でですね、はい、皆さん起きてくださいよという、まあ、目覚ましがてら案内放送が流れるということになっています。時刻は15時38分です。久しぶりに扉が開きました。神奈川県新横浜に到着、すぐにね、もう出発です。え、本当に遅れがもうびっくりするぐらい、1分も遅れてない。ここまで間に合うかちょっと分かんなかったから東急券とか買ってなかったんですけど、すごいな、本当に時刻表通りのね、理論値で今移動することができております。ここはちょっと駅ネットを開いて、じゃあまたどんどん行きますからね。ゼックンはね、まだです。ちょっとね、連絡を取り合いながらね、はいこれあれか、東北新幹線内でだからすれ違うことになるのかな。まさか北海道まですれ違わないってことはないと思うんでね、だからもう君の名はですわな、これ歴代最速の君の名はね。現在地点ここまで来ました。すごいよ、9時間半ですね。9時間36分。神奈川県新横浜からこの先多摩川を渡って東京23区に入っていきます。さあ、新横浜を出発して多摩川を渡ります。東京都内入った。枕崎を出発して約9時間半、どんどんね、大阪そして京都名古屋を通って横浜と通ってきましたが、ここから先今日通る最大の都市でございます。どんどんね、都市の規模をこうアップグレードしていく感じ。最後の途中駅品川を出発です。次が東海道新幹線の終わり、東京。もうね、駅出たらすぐに到着案内がかかるはずです。少なくともね、まだ新幹線には多分乗ってないと思うんですよね。連絡が来てないんで、北海道広すぎんだろマジで
56分です。一番端っこのホームに着いたの、八重洲、こっちは八重洲口です。さあ進めば進むほど気温が下がっていくのが面白いんですけども、この先もさらに下がるでしょう。東京に着いて今でちょうど16時です。どうかな、日の入りまで1時間ちょっとはまだあるかなという感じなんですけども、こっからねもうどんどん行きますよ。あの余韻に浸ってる場合じゃないんでね、できるだけ遠くにということで、これから乗り換えでございます。さあこっから乗り継いでいくのは、そう東京から北側でございます。 JR 東日本の区間、もうねここにシンボルマークみたいに書いてある、これ E5 系だよな。東北上越北陸新幹線、まさにですね東京からも東北各県そして北海道方面に新幹線伸びています。このね4時について一番早くかつ遠くに行ける便っていうのがこちらでございます。東北新幹線西雄都市別、はやぶさ、そして小町号、これ乗っていったら最もね早くかつ効率的に北まで連れて行ってくれるんで、はやぶさに乗ればいいな。そしたら新青森まで、ね、行くことができるんで、いやどこですれ違うかですよね、まあ、とりあえず切符自体はね北海道方面まで買ってありますんで、どこですれ違ってもいいようにね。23番線、この16時20分発の東北新幹線はやぶさ号に乗りたいと思います。あ、またよろしくお願いします。ザキ君とすれ違う前に視聴者の方とすれ違うことができた、いや嬉しい限りでございます。これまた帝国16時20分発です。はやぶさ35号、新青森行き。この東北新幹線がですね日本の鉄道路線で最長、最も長い路線になってます。在来線に限るとね山陰本線が一番なんですが、さあ陸を飛んでいきます。加速性能もねすごいよ、ほら山手線と一緒ぐらい。あでもちょっとやっぱ山手線の方が速いな、加速に関してはね求められている能力が違いますからね。山手線の場合は小刻みにこうステップを踏んでいくと、ほらほらもうこの辺りでね抜いていきます。山手線はもう次の駅に止まらないといけませんので、ここは神田です。いやー着きました、新函館北斗です。今の時刻はですねもう16時ですよ夕方、北海道やっぱでかいな。どうでしょうね、もう彼は東京ぐらいまで来てんちゃうかな、さすがにやっぱ新幹線は早いからな。となると多分ねもう関東地方ですれ違うということはないと思うんですよね、おそらく東北地方のどっかだと思うんですけど、なので僕もここからですね北海道新幹線に乗り換えます。北海道脱出です、本州に入ります。あやってきました、北海道新幹線、なんか変やったな今の、北海道新幹線ね16時20分発です、新函館北斗ね東京行きです。今新函館北斗までですけども、まあ、いつになったらね札幌の方に線路が伸びるのか、早くね札幌でこの東京行きの文字をね見てみたいもんですよ。さあ16時20分新函館北斗出発しました。さあこれで青函トンネルを通って本州に入ります。もしね新幹線の中ですれ違うんだとしたら、まあこっち側だと思うんで、間違えてあっちの席取らなくてよかったな今ですねあの枕崎藩からですねちょっと LINE が来ました。どこら辺と来たんで、出発したとこと来たらですね、なんと彼も今東京出たと、はやぶさ35号って書いてますね。これか、はやぶさ35号、あれこれも東京16時20分やんか、あすげえな、これもだからあれなんだ、同じ時間に東京駅出たやつだ、すげえ、函館と東京同時出発。はい、木古内を出発です。これが北海道内最後の駅ですね。もうこの次の駅がですね本州の青森県の駅になります、奥津軽が別ね、まあ、この列車は通過しますけど、
いやもう日が完全にこれ暮れてきてるな。日が上がる前に出発して、で日が暮れる寸前に北海道をやっと抜けられるわ。これが一番早いルートですからね、鉄道だと。やっぱ北海道がでかいね。さあいよいよ青函トンネルに入りますよ。そろそろ来るかな。あ、入った、これだ。あ、違うちょちょっと早とちるな。あ、入った、よし、間違いない。これが青函トンネルです。多分ね、ここに案内が出るはず。青函トンネル入りましたみたいな。すごいよね、新幹線乗っていながら22分間ずっとトンネルってすごいよ。あ、ほら、青函トンネル入りましたっつってすごい喜んでる。でですね、もうトンネルの中はもうすごい、もう湿気がすごいんで、すぐにですねこういうもう水滴がついちゃって何にも見えません。彼はハヤブサ40号に乗ってるとのことなんで、ちょっと列車位置アプリを開いてですね、どこですれ違うかにね注目しながら行かないと。 JR 東日本アプリ、これほんと便利です。上野から僕が乗ってるのがこれですね、ハヤブサ35号と小町35号。かわいい、なんかすごいツムツムみたいこのぬいぐるみ欲しいな。こんな感じ表記されるんですけど、一方でザキちゃんが乗ってるのはこれだ、ちょうど新函館北斗から東京までハヤブサ40号ですね。でこれがどこで交わるかというところです。今日の朝彼との距離は3100キロぐらいあったわけですけど、もう多分すでに1000キロぐらいまで縮まってんじゃないかな。列車は埼京線と並走していきます。いいね、この西日差し込む東京都内の景色ですと思ったらね、失礼、荒川をもう過ぎてたんで、ちょっと前に東京都内を脱出したところでした。もうここが、ここからがね埼玉県です。あっち側がまさに東京都内になるわけだ。列車は埼玉県大宮に到着です。路線の乗り入れ本数は第2位。さあ大宮を出たらね、ショータイムの始まりでございます。本当にね、大谷翔平選手じゃないけどね、この先栃木県の宇都宮を出ると、そこから先ですね、時速320キロ運転、日本で最も速い運転が見られる箇所が連続します。僕はあの昔富士山をね一番遠いところから見たやつが勝ち選手権みたいなやったことあるんですけど、その日はどん天でして、大宮からちょっと東京寄りのところでやっと見れたっていう感じだったんですけど、余裕で見れてんもんな。夕方の方がもしかしたらいいかもしれないですね。なんかこう影がパッと見てもう分かるじゃないですか、どう考えても富士山じゃないですかこの形って。もう遮るものがなさすぎて、どんどん記録を伸ばしています。ここまではね275キロ、これがマックスです。宇都宮を越えるともうねあからさまにスピードが上がります。宇都宮から北が時速320キロが OK だよという区間でございます。前の列車がね多分詰まってたんだと思うんですけど、減速をして、そして宇都宮を通過、これですね、この列車を追い抜かすということで車間距離を取ってたんだと思うんですけど、さあどうだ、来た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 、上がってきました上がってきました、よかったよかった、森の加速開始でございます。ちなみに富士山は宇都宮まで見えましたね。宇都宮過ぎたら高層ビルに阻まれてね、もうあの見えなくなっちゃったんですけど、すごいよ、本当に飛んでるわ陸を飛ぶとはこのことですよね。今の時速これいくらか分かりますか。ドン、今日の最高時速更新でございます。やばい、来た来た来た、時速320キロ、もうほぼ最速ですねこれ。おーっと、今のちょっと見なかったことにしてください、はい、あのそういう時がありますから。さあ17時19分新青森駅に到着です。でこの駅を出るともう次がですね岩手県の盛岡です。ちなみにですね、こういってリアルタイムで新幹線の位置がですね確認できるものがありまして、それを見ますとですね、彼が乗ってるであろうはやぶさ35号はですね1分遅れで新白川付近を走行中と。こっちもだから福島県に入るところですね。で僕のやつがですね今新青森なのでここです。あ、こっちか、45ね。
はい、岩手県盛岡に着きました。今時刻ですね、18時10分です。で今彼がねどこかと言いますと、ここだ。もうね仙台出発して古川も越えてますね。はやぶさ35号は現在1分遅れで栗駒高原付近を走行中なんで、もうすぐ岩手県入ってきますよ。いや来たな、そろそろ来たぞ。本当にものすごい壮大なことしてるよなこれ。で一応ですね、ここではやぶさ号はですね、秋田から来た秋田新幹線の小町号と連結するんですが、その相方であるですね小町号が今ねちょっと5分ぐらい遅れてるみたいなんですよね。なのでちょっとね出発も遅れることになると思います。あ、来た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 、小町来た、小町が来ました。まあ、ここに来るまでねなんか雪が大量に付着していたみたいで、ここから高速で走ってきますから、そのままだと危険だということで、それを落とす作業を、ね、していてちょっと遅れたみたいです。おい、遅れてるから多分すぐ発車すると思うんで、くっそ俺2号車や、いっちゃんというとこに来てしまった。この辺グリーン車なんでね、あの僕ら普通車の人たちは入れもしないね万里の長城があります、見えない壁があるんですね。よし、はい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 、あ、間もなく発車、じゃあもう乗っときましょう。よし、こっから乗ろう。はい、盛岡出発です。で僕が連結作業をですねしてる間に、はやぶさ号はもう北上まで来てるやん、やばいやばい、もう来てるわ。新花巻もう多分通過するんちゃうかな。この感じだと次に多分すれ違う列車が枕崎の方から来たやつですね。なのでどうなの、新花巻と盛岡の間ぐらいかな、すれ違うとしたら。いや、これはまさかまさかの時速320キロですれ違うことになりそうですね。今、はやぶさ号はちょうど秋田からやってきた小町と連結したところです。遅れてないっぽい。いや、ちょっと感慨深いよな。2人でだから合わせて日本縦断今日したということになりますからね。最北端から来た友達と最南端から来た友達が日本最速ですれ違うという、もう謎展開すぎる。すれ違ったと思ったらそのままで離れていきますから、日本最北で。ちょっと遅めのね、時速300キロぐらいで走行中でございます。ちょっとゆっくりめやな。そろそろ北上です。若干遅れてるみたいですけど、もうちょっとずっとカメラ回しっぱなしします。もういつすれ違ってもおかしくないんで、もうねこれこれこれ、もうどこですれ違ってもおかしくないよこれは。さあここで列車は減速を開始しました。あ、来た、うわうわ来た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 、はい、ちょっと待って待って、一瞬すぎるだろこれ。え、あの列車自体まずあれ17両あった、早すぎんだろ、もう全く見えんかったけど、あん中に乗ってた。いや確かに最北端最南端から乗り継いでいって、ここですれ違うことができた。ちょっと場所の位置情報を取っとこう。いや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 、あのさ乗ってた、俺見えんかったよと思ってたの。うん、確かに見えたよ、うん、見えわけないよ、君の名はね、320キロの君の名前やから。ということで、はい、仙台帰ってまいりました、ありがとうございます。いや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 、今日天気良かったね。天気良かったけど、あのさもうバカやな、本当にこんなことをさ、やるためだけに、あんな一瞬ためだけにこんなことやる。2秒でした。2秒もないな、1秒ちょっとでしたけど、バカやな。今回の、検証結果、はい、最北端バックナイト、最南端の終着枕崎、始発でね予報出てもうひたすら乗り継ぐということで行きましたけど、何がすごいってさ、ほぼ遅れんかったっけ。俺はもう遅れんかった。いや俺宗谷線遅れんかった、すごいと思う。なあ、
なかなかさ、その日本の交通もやっぱすごいなと思いましたよ。持ってるね持ってるね、いい景色見てきました。2人で合わせて日本縦断ということでね、改めて検証結果なんですけれども、はい、すれ違った地点なんですが、はい、この仙台より北でございました。でしたね。すごかったね。なかなか思ってたよりだから南ルートの方が進めるということで、そういうことだよな。古館駅のちょっとね 500m 行ったところ、僕ピンさしたんですけど、ちょっと今地図が出てると思います。こちらでございますね、この辺ですよ。どうです、日本列島でいったらほんまにもうかなり東もさらにもう北行ったところですから、ね、今回私が乗った新幹線がちょっと遅れてたんで、うん、はいはいはい、もし時間通りやったら新花巻ぐらいやったんです。あ、だからもうちょっと南やったかもしれないってことだよね。そうそうそう、だからさらに南ルートが進んでしまったということで、いや僕てっきり、まあ、東京よりちょっとまあ東北ぐらいかなと思ったけど、まさか盛岡手前になるとはね。あ、でも僕最初ほら仙台って言ったからさ、まあ確かにね、うん、だから僕の勝ちやこれ。ニアミス賞ではある、うん、僕の勝ちというか、ね、まあ、今回勝ち負けではないので今回別にあの戦ってはないので、当てたとこ勝ちとかではないのでいや改めてね、まあ、皆さんもね、あの、まあ、結構疑問に思われた方もいらっしゃると思うんですけども、検証結果は盛、岡手前の古館付近だったと、はい、いうことでですね、いやお前それ嘘だろっていう方はぜひやってみてください、友達と2人必要よ次今度はあの最東端最西端でやりたいですけどね。あ、また一緒ぐらいであるんだよまたこういう企画もやっていきたいと思ってますんで、ぜひ、他の動画も見てくだされば幸いでございます。ということでこの動画ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。